国で開発運用されている人工衛星打ち上げ用中型ロケット40年以上の長きにわたって改良を加えつつ、打ち上げが継続されている。最新のデルタ4。シリーズは第1弾が新設計された大型ロケットであり、2002年に初飛行し、2004年12月にはヘビーコンフィギュレーションの機体が初飛行したデルタ d ロケットによる。 通信衛星インテルサット1号の打ち上げデルタは、もともと、総中距離弾道弾をもとに2段式、打ち上げロケットへと発展させた、総ロケットシリーズが母体になっている。デルタは、総の2段目の名称であり、本来は、総デルタだったが、アメリカ航空宇宙局が非軍事用の打ち上げに用いる、際にデルタと解消したものである。製造は、ダグラス社。 初引っこは1960年で、この時は失敗したが、以後順調に成功を収め、改良型が、デルタ n まで様々な形態で用いられた。さらに、デルタ300.1914 2 9 1 4などのモデルが続いたが、スペースシャトルの収益により1980年代中盤に、一旦生産が打ち切られた。しかし、 1986年1月28日のチャレンジャー爆発事故によりシャトルの運用が中断。シャトルによる民間衛星の打ち上げも以後中止されたため、デルタの開発、生産が再開された。この結果、デルタ2と呼ばれる一連のシリーズが誕生し、1989年から運用開始され、現在に至っている。 1960年以来デルタの一段目は、エンジンこそ、LR79 から7メガバイト3から1、メガバイト3から 3RS-27 と、変わったものの、一貫して推進剤に、液体酸素、ケロシンを使った、液体燃料、ロケットエンジンを用いている。一段目の直径は2.4メートルであるが、長さは、燃料タンクの増量に伴い何度か延長されている。 第2弾とストラップオンブースターを増強することで能力を倍増させたデルタ3が開発されたが失敗が続いたために信用を築くことができずまた後継のデルタ4の完成が近づきデルタ3を存続させる意義が失われたため3号機の打ち上げを持って退役する運びとなっている新設計した第1弾とデルタ3の第2弾を組み合わせたデルタ4シリーズは ミディアムクラスの機体が2002年11月と2003年3月に打ち上げに成功し、ヘビータイプも2004年12月と2009年1月に打ち上げられた。エンジンのバルブ、熱交換機、第2弾液体水素タンクを三菱重工業が、酸化剤タンクをボーイングが、それぞれ製造している。デルタロケットは、これまでにシリーズを通して300機。 近いいが行われている最新のデルタ4シリーズは、アメリカの軍事衛星、アメリカ国家偵察局やアメリカ航空宇宙局などの各政府機関の衛星を打ち上げるために開発されたもので、同種子で開発されたアトラス V とともに、軍事衛星などの打ち上げの中核を成してきた。日本の NI 及び N2 ロケットは、デルタの技術を導入して作られており、主要部分は、 米国製である。HI についても一段目は、デルタ用の主エンジンと、固体ロケットブースターを使用しており、米国製技術の割合が多い。メガバイトマイナス3ブロック2エンジンを備える。水力が、従来の 680KN から 760KN に増強された。13号機でエペに、14号機でエペス3を打ち上げた。 15号機によって1962年12月13日、NASA の2番目の通信衛星である、リレー A1 が打ち上げられた。NASA にとって、最初の能動的な衛星だった。16号機によって1963年2月13日17ビット車上から、シンコム1号が打ち上げられた。チオコール製のスター13バイト固体燃料ロケットが、軌道投入に使用された。 1963年7月26日、シンコム2号が太陽同期軌道へ投入されたが、デルタロケットの性能の制約により、軌道が33度傾斜した。25号機は1964年8月19日、最初の静止通信衛星であるシンコム3号を打ち上げた。30号機は1965年4月6日に、 インテルサット1号を打ち上げた。1965年11月6日に最初のデルタ E によって気象衛星ジオズ1が打ち上げられた。制作されなかった。1号機が1966年12月14日、生物衛星1号の打ち上げに使用された。2号機が1967年9月7日、生物衛星2号の打ち上げに使用された。 制作されなかった。1969年から1978年にかけて、ソーデルタは NASA で最も多く打ち上げられたロケットで、計84回打ち上げられた。NASA は自身の衛星を打ち上げるだけでなく、同様に政府の他の機関や外国政府の人工衛星の打ち上げも、実費で打ち上げを行った。NASA 以外の63機の衛星が NASA によって打ち上げられた。 84機以外に7機が失敗、もしくは部分的失敗だった。デルタ2000シリーズ以後4桁の数字で構成を表す方式になった。1972年7月23日、ランドサット1号の打ち上げで初めて、固体燃料補助ロケットを9本備え、2段目には改良されたアージ1 0から118回を備えた仕様で打ち上げられた。 この総デルタの機種は904として識別される。デルタ2ロケットデルタ2シリーズは、デルタ6000とデルタ7000の2種類の派生機種から構成される。デルタ6000シリーズ1986年のチャレンジャー号爆発事故により、デルタロケットの打ち上げが継続されるようになりデルタ2が開発された。デルタ7000シリーズデルタ 2ミッドライト7000シリーズは3段画面を持たず、固体燃料補助ロケットが少ない。通常は、NASA の小型の衛星の打ち上げに使用された。デルタ2ヘビーデルタ 2792X は、デルタ3からの増強された、ジェム -46 固体燃料補助ロケットを備える。マクドネル・ダグラス、ボーイングは、デルタ3は、大型化する。 人工衛星の需要に対応するため、外径4メートルのフェアリングを装着したもので、全長を抑えるために1段目の燃料タンクを4メートルと、大型化した先太長外観が特徴である。さらに、固体ブースターもジェムに大型化して、水力を増し、2段目も液体酸素、液体水素を推進剤とする RL、RL-10B-2 型に変更され、 レオに 8292kg、静止トランスファ軌道に 3810kg のペイロードを投入可能である。1998年8月1999年5月と打ち上げに失敗して商用衛星を喪失したため、改めて2000年8月に打ち上げを行い、試験用ペイロードを中高度の軌道に投入することに成功した。 海洋デルタ3の打ち上げは、最初の2回は失敗し、3回目だけが、模擬衛星を軌道へ投入した。デルタ4ロケットデルタ4ロケットミディアム、マイナスプラスデルタ4ロケットヘビー、ケープカナベラルアメリカ空軍の、発展型使い捨てロケット計画の一環として、マクドネルダグラス、ボーイングは、デルタ4を提案した。 部材や技術を既存の機種から流用することが計画の狙いでボーイングとロッキード・マーティンはそれぞれのイルブを開発した。デルタ4はアラバマ州ディケーターの新工場で生産される。デルタ4はデルタ3までの直径2.4メートルでロックス、ケロシン燃料の一段目と全く異なる。新設計の直径5.1メートルもある一段目、コアステージは 1970年代のスペースシャトルの主エンジン以来となる新規開発の液体酸素、液体水素を推進剤とした RS-68 型液体燃料、ロケットエンジンを採用した。このエンジンはコスト低減に主眼が置かれ、低圧の燃焼室圧力、単純な構造のノズルを特徴としている。燃焼室とノズルの上部はソビエト連邦で開発された。 チャンネルオール構造を取り入れている。ノズル下部は、アブレーションによる冷却を用いている。また、二段目は、デルタ3と同じ RL10 バイトから二型液体燃料、ロケットエンジンである。打ち上げ等の配管や電気回路の必要性が、取り除かれた。ペイロードに合わせ3種類5形式の構成が可能で、CBC だけの中型から、デルタ3よりさらに大型化した。 直径60インチの固体燃料ブースターを装着した重量級3形式1段目に CBC を3本束ねた重量級がある。これにより、静止トランスファ軌道に対するペイロードは 4210kg から 13130kg までの質量に対応する。1972年、マクドネル・ダグラスは4桁の番号を 従来の名称の代わりに導入した。新しいシステムでは、デルタロケットの新しい改善や変更によりよく対応することができる。一桁目はタンクとエンジンの形式、二桁目は固体補助燃料ロケットの数、三桁目は二段目、四桁目は三段目を表す。この番号システムは2005年に新しいシステムが導入されたことにより廃止された。 実際には、このシステムは使用されていない。ありがとうございます。